戸川翔子です。私チョコレートが大好物でございます。本当にチョコが大好きということで、一度やってみたかったこの企画、コンビニのチョコスイーツ総選挙、イエーイ。はい、私中川翔子のもう勝手なる独断と偏見によるチョコスイーツ総選挙をやりたいと思います。ね、いろんなコンビニたちがかもうかそう各国さまざまな早速ちょっと溶ける前に食べちゃいたいものがありますので、もう行きたいと思います。まずはこちら、ミニストップさんのフォンダンショコラ、バンザーイ。もうね、フォンダンショコラという食べ物、本当に人類の英知だと思うよ。これは本当神も知らないんじゃないかな、この素晴らしい食べ物は。あったかい溶けたチョコレートが食べ物という概念の中でも一に争うぐらい好きなんだよね。それの上にアイスが乗っかっちゃって、しかもたっぷりココアですよ。もう大変だこれ。あ、もうちょっとまだあったかいです。いや、もうじゃあ急いでいただきたいと思います。ちょっとアイスかけかかってきてるな。いただきます。いただきます。優勝。よかったら高評価チャンネル登録。君主人公だよ。わあ、最高。本当にコンビニかい？うん、最高。うわー、美味しい。やばい、止まんない。やめられん。あ、完食しちゃった。やばい。できんのかこの企画。うん。続いて、また溶けちゃいそうなんで先に言っておきたいものがこちらでございます。じゃん。ピスタチオにショコラ、チョコレートソースがかかってる。これもミニストップさんのね。ピスタチオってちょっとこの芸人さん、白目の元気かな、なんかおしゃれ素材だからあんまり馴染みがないんですけど、でもミニストップなら信頼がおける。で、このチョコソースがかかりまくってるわけですね。あ、チョコソースがアイスの冷えで固まってパリパリになってる感じ。いただきます。うん、うまっ。おしゃれな香りがする。なんか丁寧な暮らしをしてる人のスイーツって感じ。うん、フランス人のうなじみたいな。ピスタチオの味をどう説明したらいいかわかんないけど、変な癖とかじゃなくって、とにかくフランス人のうなじ。食感も楽しい、いい香り。とにかくシャンゼリゼ通りですね。おー、シャンゼリゼ、うまいです。これもじゃあ続いてどうしようかな。なんかちょっと目があったのでこれにしてみます。セブンイレブンのもっちりクレープ生チョコクリーム&ホイップ。これいつもスイーツのところにいますよね。生チョコクリームにホイップにチョコチップにパリパリチョコ。すごい、最高な4段重ねじゃないですか。いただきます。あ、見た目よりね甘くない、全然。ホイップもしっかり入ってるのに、なんかね、大人ビターだから全然、うわ、甘そうみたいに思ったのに。あ、大人。好き好き好き。美味しいです。じゃあ続いて、こちら。体に大事、山崎のチョコレートプリン。タンパク質を配合したチョコレートプリンです。おぉ、取り外すと、なんか水羊羹みたいな感じ。こんな感じ、滑らかシンプルな感じですね。おお、いただきます。あ、これ私好きなやつだ多分。チョコレートなのかな。チョコ風味のプロテインをプリンにしたみたいな感じなんだろうな。さっきまでチョコガンガン食べてたからチョコって感じじゃ、まあでも糖質制限ダイエットみたいな、そういうのをずっとやってる場合はこの甘さが染み渡ってくれて、すごいご褒美になっていい感じじゃないかなと思います。じゃあ次行きます。おー、チョコクランチエクレア。これ持った時にね、ゴツゴツとね、チョコクランチが手にね、くるんですよ。300カロリーって文字が見えちゃった。気にしない、今日はザクザクって感じらしいですね。うちカフェだからローソンかな。わー、おー、見て見て、すごいですね、ゴリゴリザクザクのクランチが。これはダイエットっていう概念がない人生だったらいっぱい食べてただろうな今までね。本当こういうの絶対好きだもんって。はい、ということでいきたいと思います。いただきます。
あ、やばい、うまい。おお、好き好き好き、これ。ああ、美味しいです。すいません、もうほんとって感じ。謝りたくなるぐらい美味しい。クランチがザクザク、歯が気持ちいいってなってますね。うーん、まっ。じゃあバンバンいきたいと思います。続いて大物いこうかな。ダブルクリームサンド、生チョコクリーム&ホイップ生チョコ入りクリーム使用。これ生チョコ入りクリームとホイップクリーム、生チョコクリームっていうのも私をそそらせる単語ですね。あー最高、いただきます。うん、生地柔らかっ。うわー美味しい。この生地の軽やか空気感、ふんわり乙女のペチコートって感じの、これ恐ろしいです。罪悪感なくね、食べ進められちゃう。なんかね、空気なんですよ、空気。あー美味しい、嫁にするならって感じ、これ。あー美味しい。じゃあ続いては、はじめは濃厚チーズなのにだんだん滑らかショコラ際立ってショコラチーズケーキ。チーズはショコラに愛された。すごいですね。はい、でもね、207カロリーしかないからね、おにぎりぐらいの感じ。あ、器に入ってる、ケーキみたいな感じ。なんか普通の種植え忘れた土庭って感じ。土だよねこれね。あ、スプーン刺すと柔らかい、ぬかるんでいる。あー、断面がプリンだった。プリンみたいなチーズケーキ、いただきます。うん、ほんとだ。はじめは濃厚チーズなのにだんだんショコラ際立つ。おお、その通り。あ、おいしい。あ、おいしいおいしいおいしい。危険危険危険、大変だ。なんか油断してたこれ。もうなんか見た目より全然おいしい。なんか失礼なことしてるけど土、土やんって思ったら全然でした。で、どれいくかな。幸せクレープチョコバナナ、うん、これも、あ、ささやか200キロカロリーですね。バナナが中に丸ごと入ってるようですね。おお、あ、開けただけでバナナの香りがゾワーってくる。あー美味しそう。もう香り、香り天才これ。あー、バナナがすごい透けて見えるよ。チョコレートソースが透け透け透けてるよ、透けてるよ。君、下が透けてるよ。いいのかい、いけないチョコレートが透けて見えちゃってるよ。おじさんに見せていいのかい。おじさん興奮しちゃうよ。チョコクレープにセクハラ。いただきます。バナナが主役ですね、完全にね。うん、あ、でもホイップもね、多すぎず、クレープ生地は優しく。うーん、美味しいです。じゃあ続いて、生チョコミルクレープセブンイレブン。ああ、でこの厚み、すごいタワマンですよ、これも。でこのツヤ、生のね、チョコレート、美味しそう。すごくない、断層。いただきます。うん、あー、もう大正解、間違いない。もう甘さもね、抑え気味だったりとかするから、もう大人のコーヒーブレイクっていう感じですね。うん、おいしい。あー、お茶ありがたい。じゃあね、見てこれ、チョコクリームたい焼き。これはファミマスイーツだって。セブンにも似てるやつがあったんですけど、前にチョコ餅たい焼きっていうのがセブンにあって、それすごい食べてたんですけど。な、頭と尻尾どっちから食べるの？頭から食べるとお金持ち、尻尾から食べるとケチとか言いますよね。これは背びれ。うん、おいしい。うん、あ、なんかね、生地がね、冷えてるのにもちもちで、中のチョコクリームがすごい好きなやつだった。あ、おいしいわこれ。あ、これ好き、これはいい、すごく美味しい。はい、ふう、あと4種類頑張ろう。かぶってるよねこれ。生チョコのもちもちクレープ、クレープもの3種類ぐらい目だよね。はい、じゃあいきたいと思います。あ、綺麗だね、焼き目がね、美しいですね。いただきます。あ、これはバナナとかそういうことじゃなくて、チョコレートが主役でした。うん、うん、だってすごいよ、チョコの厚みがさ、1センチぐらいある、チョコが、クリームが。おいしい。いや、結構クレープ生地が厚めなんですよ、もっちりと。すごくしっかり、あ、買ってよかった感、重量感、おいしいです、これも。
ではエクレアもさ、かぶってるよね。2個目はえこれファミマスイーツ、ファミマのさっきのクランチだったけど、これはカスタードエクレア。もうなんかクラシックな感じで、昔からスタメンにずっといる感じのエクレアさんですかね。わあ、いい照りだね、これ。つやりつやり。いただきます。おいしい。あー、チョコ濃い。エクレア最高か。うわー、おいしいおいしいおいしい。なんかやっぱあのいろんな飾りがなくシンプルっていうところにすごくこう魅力を感じますね、改めて。今いろいろ食べてる最中でもやっぱおいしいってなるってことはすごいと思う。焼き加減、この工場見学に行きたいね。どういう理屈でそうなるのか。あ、エクレアってうまいな。おいしいです。あとラスト2。じゃあちょっとヘビーな感じのやつが残ってますね。こちらベルギーチョコパフェ。私がいつかベルギーに行きたいっていうこの夢をコンビニが受け止めてくれてましたね。うわー、すごい。デコレーションすごいですよ。このナッツとチョコクリームとチョコとこのケーキ、いろいろ乗っかってます。下は地層が広がってますね。すごい、食感楽しそう。何が乗ってるんだろう。チョコブラウニーかなと、チョコソース、ナッツ。いただきます。おー、チョコ濃い。もうありとあらゆる手でチョコの魅力を伝えてくる。チョコってさ、すげえだろって言ってくる感じ。あのソーシャルディスタンスなしで来るって感じ。近い近い近いってなるくらいチョコがゴンゴン来ますね。パイパイチョコに出会った。うーん、濃いよ、おいしいよ。うわうわ、この1個で434キロカロリー。うわ、それでこそ、そうでなくちゃ。カロリーはうまいなんだよ。美味しいです。いよいよラストでございます。こちらテリーヌショコラ。あ、ゴディバ。すごい、ゴディバ、ゴディバ、すごいね。おー、すごい、チョコレート、ベルギーチョコレートが惜しげもなく、もうすごいサバゲーでめちゃくちゃ食らったみたいになってますよ。じゃあいただきたいと思います。ん、あー、美味しい。はいはいはい、ゴディバ大先生に敬礼です。おいしい。もう、うわ、おいしい。もうさのすのがって感じですね。もうすごい。あの見た目以上にめちゃめちゃ柔らかい。もう歯が全部取れて歯茎だけの世界になっても生きられると思わせてくれるような柔らかさ。上のこのチョコの弾丸がね、硬そうに見えるけど意外とスッと溶けるんですよ。だからもう私ほんと歯茎だけでいいです。柔らかー、めっちゃめっちゃ美味しい。はい、ということで全種類味見し終わったので独断と偏見で優勝を決めたいと思います。では私中川翔子、独断と偏見により優勝を決めさせていただきたいと思います。優勝はやっぱりこれでした。ミニストップのフォンダンショコラ。もうこれは本当にね、コンビニっていうものの概念を飛び越えてびっくりしました。これはでもね、1位っていうよりね、なんか美味しすぎちゃってて、なんか殿堂入りって感じかな。で、改めてですけどこれ食べてほしいっておすすめを言いたいと思います。こちらです。はじめは濃厚チーズなのね、だんだん滑らかショコラが際立つショコラチーズケーキって、この長いやつがなんかね、ほんと見た目であんま期待してなかったんですよ。土の庭、そう思ったらほんとね、チーズの濃厚さ、そして舌触り滑らかで、もうね、いいとこ取り、すっごい美味しかったです。なんかタイトル決めるときに迷って結局こうしたっていうのがすごいわかります。その通りで、この長い文章を実際に体感してみてほしいですね。この通りだったから、もう食レポいらずのタイトルでしたね。ということで、そう、コンビニという身近な場所でこんなに美味しいチョコスイーツいっぱい手に入っちゃうよということで、生きるの楽しいね。なので皆さんもぜひこれおすすめだよっていうコンビニスイーツがあったらコメントに教えてください。そしてぜひ今日出てきたもの、私も食べたよっていうのがあったらコメントに食レポを書き込んでください。またね。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。